はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるです。はい、前回ですね、この無限ドライバーにシャドウリハルコンつけて無限無敵状態を作り上げたんですけれども、これ何回かやったらね、バーストしちゃったわけですよ。それで、こんなコメントいただきました。ロック一回一回直せよ。それで勝てたとか、クサ。はぁ、そうだった。確かに。ロック一回一回直す忘れてた。そりゃそうだよね。やっちゃったわね。すいませんでした。ということで、今回はですね、毎回、ロック直して挑戦したいと思います。はい、使うベイは前回と全く同じベイにしたいと思います。GQ エクスカリバーのワンメテオアイアン、そしてツインネメシスのクォータープラネット、ロストインギルスのナインスパイラル、この3つですね。おっしゅと、さあ、じゃあこれでもバーストしてやるぜ。いくぜ。あ、ダメダメダメか。ロックずれてないね。しっかり確認しました。もう一度。おっしゅと。おっしゅ、いいよ、いいよ。いけ、いけ、頑張れ。ダメかな？ダメー。ずれてない。じゃ、もう一回いこう。おっしゅと。よし、いけ。あ、そんな動き、大きな動きじゃ、捉えられないか。ダメか。ダメー。ロックは緩んでない。そう。おっしゃ。どれ。いけ。いけ。ダメ。あー、ダメ。緩んでない。おっしゃ。あー。あー。緩んでない。おっしゃ。おー、いいダメージ、いいダメージ。あー、ダメダメダメか。はい、ロック緩んだので1個直します。おっしゃ。ブルブルしたけど、あー、ダメか。おっしゃ。いけいけ。ダメだ。ロックを締め直して。おっしゃと。いけいけ。おし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 。いけ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 。よし、いけいけ。ダメだ。ロックは緩んでない。おっしゃと。よし、どうだ。あー、ダメか。ダメ。はい、ロックは緩んでない。おっしゃと。おし、いけ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 。頼む頼む。おいおい、バーストしてくれ。ダメー。ロックは緩んでない。おっしゃと。いけいけ。よし、ダメか、ダメなのか。おっしゃー、やったー、やったー。では続いてツインネメシスでいきましょう。おっしゃ。まず追い出さないといけないと思うんだけど、あー、きついね、きついね、きついきつい。ツインネメシスだとちょっときついかな、これは。あー、はい、ロックを戻して、よいしょ。おっしゃ。この遠心力を、よし、いけ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 。ダメか。ダメなのか。ダメ。ロックは緩んでない。おっしゅと。おし、いよいよ、よし、よっしゃー。バーストしました。これはこれ早かったね。よーし、よし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 。いけるね。いけるいける。じゃあ最後はロストロンギヌスでいきましょう。おっ。このね、あれだよね。ロストロンギヌスの場合は、この回転を利用した加速、で低速バーストがあるから、もしかしたらいけるかもしれないね、これはね。どうでしょう。
よし、こっからだよ、こっからいよいよいいよ、いい感じに回転もらってる。はい、これで徐々に痛めつけてダメなのか、どう、頑張って、止まらない無限にバトル。あ、どうだ、いけ、一発でやってやれ、ロンギニス、どうだ、おっしゃー、おらおら、行きましたー。はい、ということで、この無限無敵、一回一回ロック直してみたんですが、それでも何回かやればバーストできるね。特にこのロストロンギニスに関しては、この回転をもらってずっと低速回転が続くから、これ徐々にダメージ与えてバースト、これ1回でできましたね。素晴らしいロストロンギニス。逆にジークはちょっときつかったかなって感じだね。あの前ね、皆さんからコメントでいただいたこのフレーム、メテオじゃねえだろっていうコメントいただいたんですけど、これね、1からね外れなくなっちゃったんで、ちょっとこれはね、外れ次第またあのフレーム変えたいなと。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。